こんにちは、リョイルギターです。今回はボスブルースドライバー弾いていこうと思います。実は今回この動画作ったのは、以前バンザントのストラトと BD2 で動画作った際にコメントでですね、レスポールでも見てみたいというコメントをいただいたので、もうそれに答えちゃいます。そう、そうしたリクエストに答えていくのがリョイルギターの大きな魅力なんじゃないのという気がするので、皆さんどしどし可能な限り答えますんで、リクエストいただければと思います。というわけで、そのレスポール、今回はギブソンレスポールカスタムですね、レスポールカスタム、カスタムショップ製、カスタムショップ製レスポールカスタム、うん、というわけで、黒くてかっこいい、そんなレスポールカスタムとブルースドライバー弾いていこうと思います。まあ某アニメで多分ね、組み合わせとして有名なんですよね。私ちょっとそのアニメ見たことないんでわかんないですけど、まあ影響を受けて、ブルースドライバー買いたいな、どうしようかなと思ってる人の参考になればいいなと思いますんで、ぜひとも最後までご視聴ください。それでは早速弾いていこうと思いますが、その前にコメント、チャンネル登録、ぜひともよろしくお願いいたします。では行きましょう。では早速弾いていこうと思います。今回アンプはマーシャルのバルブステイと8080のクリーンチャンネル、ご覧のセッティングで弾いていこうと思います。ではまずはクリーン、バイパス音ですね。いきます。重いね。音が重い。さすがレスポールカスタム。いいっすね。では、ペダルオンにしていきます。まずは、基本の木ですね。全部12時でいきます。ざらついていい感じに歪んでる。これは結構気持ちいいですね。もうちょっと弾いていきましょう。じゃあちょっとドライブをメインにいじっていきますね。まずはドライブはゼロ。クランチから深い歪みまで結構幅広いですね。じゃあちょっとトーンもいろいろいじりつつやってみます。
ほど、なんとなーくサウンドの傾向つかめましたかね。では次はお気に入りのサウンドを探していきましょう。さあ、お気に入りのサウンドを探すということで、まあどういう方向性で持っていくかっていうのが問題になるんですけれども、まあブルースドライバー、ブルースか。まあこのブルースドライバーのブルースって結局音楽的なブルースなのか、それともそのあのマーシャルのブルースブレイカーを、参考にしたのかちょっと定かじゃないんですけど、まあその雰囲気に合うようなちょっとクランチで、ガンガンに歪ませないサウンドを作っていこうかなと思います。では行ってみましょう。センターでやるのがいいかもな。そしてブルースドライバーのセッティングはトーンマックスドライブ十字どうこれ。いかがでしょうか、このセッティング。ぜひともおすすめです。ブルースドライバー、いいな、欲しいな、でもなんかみんな持ってるしな、どうなんねとか思ってる方にぜひともおすすめしたいです。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。またいろいろ動画上げていこうと思うので、ぜひともよろしくお願いします。ありがとうございました。